はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズ、受験の時に絶対ね間違ってほしくない問題シリーズの第8弾をお送りします。で、今回はね今映っている10問やっていきますので、ぜひねここで動画止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やった後に、まあ、確認だったりとか、あと分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、いつも通り右上にね、は、まると3分5秒と書いてあります。まあ、自分がガチで解いた時に3分5秒かかったので、まあ、参考程度に、そこまでね、争う必要はないんですけど、まあ、参考にしてみてください。じゃあ、下げます。よいしょ。あ、ごめん、一気にちったよ。これかな？よっしゃ。では、問題文ね、いつも通りツイッターにも貼ってありますので、まあ、確認したいときは使ってみてください。では、行きましょう。じゃ、まず計算ですね。4×5 プラス2と。まあ、カッコの中先にあれよっていう話なので、5足す2で7。で、4×7 なんで、一応書くか。4×7。なんで、28と。まあこれで今回第8弾ね、まあ全部見てくれてる方なんかは、ああ、そう、やっぱよく出てくるんだなって思われるかもしれないですけど、計算の順序っていうのはやっぱり1問出ることが多いですね。これもし括弧がなかったら答え変わりますからね。括弧がなかったら掛け算と足し算なので、掛け算。4×5 を先にやるっていう感じになります。まあもちろんね、足し算掛け算の位置変えて引っ掛けてくること、引っ掛けてくることのが多いですけどね。まあ括弧先にやってください。ね、次、分数です。今回、10問、まあ、自分もね、ガチでやって、多分、時間測るんですけど、問題見たときに、この2番と10番、ここ、まあ、時間使ってやろうってもう決めました、最初に。なぜかっていうと、まあ、自分ね、俺は、分数、本当に計算ミス多いんですよ。昔から、今でもそうなんですけど、でそれを分かってるので、一回解いて、いつも言うように、不安だな、間違うかもしんないなって思う問題に印をつけて、これ3回やったからね。絶対ミスしたくないと思って。ってぐらいに、まあ、こんな簡単な問題なんですけど、こう気を抜かずにやっていきましょう。で、これは分母が揃ってないので、15に通分します。なぜか跳ねたよね。ごめんね。15、マイナス、さっき書いちゃおうか。15ですね。で、こっちは5倍してるので、上も5倍して、2、5、10。3倍してるので、3、1が3。で、あとは、分子、上の数字を引くだけ。10-3なんで、な、これで OK です。で、次は14、あ、違う、24割る、カッコマイナス6なので、まあ、プラスとマイナス、異符号で割り算してるから、答えはマイナス。だからそういうね。で、24割る6なんで、4。黒のインクが被っちゃったね。それで OK と。で、次は括弧の前の数字をね、配ってやっていきましょう。まず、この3を、こことここに配ります。だから、6x-3y。これ、マイナス1をこことここに配るんで、-x-5y と。で、x 同士計算すると、6x と -x なんで、5x。さあ、-3y と、-5y 計算すると、-8y と。これで OK ですね。X と Y、文字が違うものの足し算引き算はできないんで、これで丸になります。ごめんね。で、次、連立です。まあ、下3倍で Y 揃えてもいいんだけど、こっち2倍で済むから、上2倍でいきましょうか。上2倍すると、2X プラス 6Y イコール16。上ですね。で、下はそのまんまいきます。で、X 消したいんで、引き算。ってするから、まあ、一応ちゃんと引き算にして変えると、変えて変えて変えるので、消えて、7Y イコール21。下まだ入る。かな？あげるね。なので、まず y が3って分かりました。ただ x ですね。で、まあ上の式に入れたら楽かなと思います。y のとこに3を入れると、x プラスサザンが9ね。これ結構足し算に入れてしまって6って間違えるパターンがあるんで気をつけてください。で、8。で、これ計算すると x はマイナス1と。
これで OK です。前回のね、刺繍シリーズの第7弾の時言い忘れちゃったんですけど、連立方程式は必ず答えが合ってるかを確かめてください。 1,2 分で終わりますんで、そんな感じか、1分で終わると思うんですけど、この出てきた数字をこことここに代入します。まず上の式入れるとマイナス1、3入れるからプラス左算額イコール8ですよね。これ左辺計算すると8ちゃんとなって、8イコール8になってるから OK だと。で、必ず下もチェックします。マイナス1を入れるとマイナス2、3を入れるとマイナス3イコールマイナス5、こう計算するとマイナス5になってるから一致してる。両方の式で一致してれば絶対に合ってるので、そう、それを確認してしまえばやり直しする必要ないからね。連立に関してはこの絶対合ってるっていう安心感は大きいので、やっぱりなんで連立はね、時間ちょっと使って確かめやってみてください。で、6番因数分解ですね。式合ってるね。で、因数分解なのでどうしようかな、こっち行けっかな、まあ、カッコカッコこうしてかけてマイナス56足してプラス1になる数字のコンビですね。で、56なので、まあ8756で8と7を使おうと。で、マイナスになってるんでどっちかがマイナスなんですよね。でも足してプラス1にするには大きな方をプラスにしてこっちをマイナスにすれば足してプラス1になるので数字のコンビ見つかったと。じゃあそれをここに入れてこれで終了となります。因数分解しなさいだからこれで終了ね。もし最初からイコール0があって二次方程式解きなさいだったら、この後 x がマイナス8とプラス7っていうのが答えになります。今因数分解しなさいだからここで止めてください。いいかな。で、次ルートの計算です。これはですね、まあ掛け算、カッコの前に掛け算、後ろに掛け算いるんで、ルート2をこことここに配ってもいいんですけど、ルート27が3ルート3って直せるんですよ。なんかルートって見た時に、あ、直せないかなってチェックする癖をつけてほしくって、27って 9×3。で、9が3の2乗だから3が出てきます。つまり、これ3ルート3なんです。って書くとこうなりますよね。で、ルート3、ルートの中身が揃ったので、これ引き算できるんですよ。2ルート3になります、ここ、2ルート3。だから、どうしようかな。これね、こっち書いていい ?2 ルート3かけるルート2って変わります。で、ルートの掛け算は、ルートの中身同士、ルートの外同士を掛け算することができるので、2ルート6。で、ルート6っていうのは何も出せないから、これで終了。ここでストップだね。あ、っていう感じです。すみません、布団落とし。よいしょ。で、8番方程式、これ解きなさいと。で、これがさっき言った、二次方程式になるんですけど、ね、こういう風に因数分解できれば簡単に解けるんですけど、まあよく出てくる解の公式ってやつです。カッコ作れないんで解の公式で解いていきます。まあ、解の公式、結構毎回公式書いてたりするので、ここは口で言っちゃいましょうか。解の公式何っていう方は、多分、シュシュシリーズのね、1か2あたりで、公式書いてると思うんですけど、あとは、本編の、中3でね、やってる二次方程式の時に、解の公式編かなっていう動画もありますので、まあ、その辺でチェックしてみてください。2a 分のだから、a1 ですよね。b がマイナス5、c がプラス1です。なので、2分のマイナス b なんで、ここ5になります。プラスマイナス、b の2乗、マイナス5の2乗なんで25、マイナス 4ac。だからマイナス 4×1×1 なんで、マイナス4になります。つまり、2分の5プラスマイナスルート21です。で、ルート21、外に出すことができないので、ここでストップ。これが丸になります。これ解の公式使うだけですね。で、ちょっと場所が悪かったな。まあ、赤、青の順番でここはいいか。こっち被るもんね。じゃあ9番いきましょう。まあ、図があって、ABC41 で、41度。
で ACD 124度の時に、BAE ここですね、ここが分かんないと。でまあ角度はね分かる問題どんどん書き込んじゃえばいいので、まずここ分かってるからお隣さんのここ出しちゃいましょう。お隣さんは180から引けば出てくるので、180-124すると56度です。でこの後に三角形のね中に2個角度揃ったからここ出せますよね。足して97、三角形だから180から97引けばここになるんですけど、まあちょっとね計算で時間を省きたいっていうのもあるので、三角形っていうのは2つの内角、これ中ね、こことここを足したものは残った内角の外角、つまりここですと一致するっていう公式がありますよね。こことここを足したらここに一致します。だから41足す56をすればいいので、答え97度と、これで終了となります。ただもちろんさっき言ったようにここを出して、でお隣さんだから180から引くっていうのやっても、もちろん構わないので、ただ時間短縮するにはこういうのを使うといいよっていう感じですね。で最後10番ですね。まあ、今回の中では一番正答率が低くなると思われます、この10番が。でちょっと読みますね。1箱60円のチョコレートと1個40円の飴、まあ、これ高いっすよね、なかなかね、が売られてると。でこのチョコと飴を買うときに代金を、まあ、値段をね、ちょ買うときのお金をちょうど500円にしたいと。でその買い方、チョコ何個、飴何個みたいな組み合わせでね、組み合わせで買うときのそのパターンって何個ある、何通りあるのっていうのを聞かれてる。でこれはおそらく法則みたいので解いていっても構わないんですけど、地道に泥臭く取るっていう、まあ俺それでやっちゃったんですけど、ってやりました。でどういうことかっていうと、まあチョコ、自分高い値段の方先にやるんですけど、チョコ60円ですよね。だからチョコ1個2個3個ってやった時に、1個なら60円じゃないですか、2個120円、180 240 300 360、まだいける、ちょっと怪しいんでこっち行きますね。次が420 480、まあ540って増えていくんですけど、チョコ数増やすとね。でも全部で500円って言ってるから、もうここないですよね、こうオーバーしてるから。だからチョコだけで考えても8パターンしかないんですよ。であと何考えるかっていうと、チョコを 1.5 個なんて無理なので、ぴったり500円になるつうことは、こっち飴ですよね。チョコ60円使ったら飴って残り440円ですよね。でここもやっていくと380円、もちろんこんな丁寧に書かなくていいんだよ。いいんだけど説明書ちょっと書きますね。260、200、140、ちょっと待って、80に20か。残りのお金がね、チョコを固定して使うって決まったら、飴がこの値段になってほしいっていうリストです。で、飴が今1個40円なんですよ。ってことは、440円を飴でぴったり買えれば、チョコと飴を買った時に500円になるってことですよね。ってことは440を40で割れるかなって考えるんです。でこれ割れますよね。11になるんで。つまりこの組み合わせ OK なんです。チョコ1個、飴11個買えば500円になるよっていう話だから。でも380ってならないんですよ。40、最後360、次400って言っちゃうんで。だから買えないからダメ。320は割れるんで OK。ダメっていう感じ。OK、ダメっていう。で、OK。で、20の買えないですもんね。ってやると、見てわかるように、4パターンしかないんですよ。だから、4パターン、4通りか。答えが、4通りと。これで、終了となります。いや、もちろん最後ね、きっちりかっこよく解いても構わないんですけど、自分はもうこうやって、そんなに時間かかってないと思うんですよね。自分は説明しながら書きましたけど、でさ、これでまあ3点4点、
がもらえるんだったら、取るべきかなと。泥臭くでもね、取ってしまってほしいなというのが個人的な願いですね。で、まあ、その泥臭く解く問題の判断の仕方っていうのは難しいんですけど、今回問題読んだ時に、まあ、チョコと飴を買ってぴったり買いたいと。で、500円って言われた時に、あ、だったら数えてもいけるんじゃねえかなって思ったのが、自分はね、そう思ってこうやって解きました。これが2000円とかなったらちょっときついっすよね。さすがに。パターンが多すぎて。それでも解けなかったら自分数えますけど、時間余ったらね。まあ、そこはね、ちょっと時間かかりそうだなと思ったら後で回しても構わないんですが、まあ、こんな風にね、地道に解くこともできるという風に思ってください。これも実際の受験問題なので出てくるからね、これはね。ぜひお願いします。では、今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第8弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では、引き続きね、この刺繍シリーズとか他のシリーズも撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。